はい、間違えました。アジフライスタジアムガチエリアです。よろしくお願いします。ということで、今回は、トラップだけを使ったバトルをしていきたいと思います。みんな武器が一緒ですね、ほとんど。ノバブラスターが、ほぼ全員。あとね、足元を塗るときもトラップなので、こんな地味な、地味な塗り方しかできないっていう。ちなみに、2個置けるんですけど、2個以上置いた後は、10に割れるので、多分あれ後で割れると思う。やばくね？相手塗り強い。すげえな、これ。いでで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 。爆発がやばい。意外と倒せないね。あ、やった。待って。爆風強。えぐいな、これ。あ、てか、うちのチーム結構やられちゃってるから、これ多分一人じゃきついよね。協力しないと、きつそうなんで。あ、やれちゃうか。これ一旦ちょっとさ、みんな待とう、ここ、ここで。俺、あえて、今行かない。あ、味方行った。オッケー、チャンス、チャンス。俺はこっちから攻めよう。味方は逆方向から。いや、これ死んだらもうね、やばいから、打開していかないといけない。はっはっはっは、おし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 。えぐいけど、えぐいけど、よしよしよし。あ、なんか、生き残りがいる。やった。足元取られてたね。よし、みんなナイスだ。オールダウンだ。オッケー、これ一回、塗ろう。一人ずつ来たぞ。チャンスだぞ。あ、みんなで狙い、みんなで。いてー。振られた。痛かった。え、なんか塗ってる、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 塗ってる。あれ、トラップだけじゃん。塗ってる、塗ってる。危ない、危ない、危ない。いや、今、ノバの爆風もらわなくてよかった。うれ、よしよし、ナイス。あれ、なんか仕掛けられないときあるんだけど、これもしかしてトラップの近くだからかな。ナイス、みんな。相手一人ずつ来てるから、倒せそう。あぶねえ、あぶねえ。いいね。あれ、なんかやっぱ仕掛けられない。近くだからか。そんなのもあるのか。あ、終わっちゃった。ありがとうございました。はい、今チェックしました。スメイシーワールドですね。よろしくお願いします。ちょっと難しいところが、多分、あ、みんな武器が一緒になってるぞ。みんなノバになった。でもちょっとまた地味な作業なんですけど、仕掛けていきましょう。地味でごめんね、なんか。この走っていくのがいいのかな？でも後からさ、復帰した時にこっちの方がいいよな。走っていくよりね。あ、もう相手真ん中にいる、ずるい。いいな。それいいな。あぶね。あれ絶対トラップだから。わかってるもん、もう。トラップなのに場所がわかってるっていう。あ、やった、倒した。もう仕掛けちゃう、仕掛けちゃう。ほら。すげえ。いや、エリア進んでんだよな、相手。うわ。いや、これ踏まないか？俺のトラップ踏め。うおお、いや、取られちゃう、取られちゃう。なかなかエリアが取り返せませんね。いや、無理無理無理、エリア取れないって。あ、でも相手今一人しかいないからいける。これ絶対いける。大丈夫。ダメダメ、エリアだけで死んじゃダメ。エリアは死んでない、エリアで死んでない。よしよし、ナイス。よし、エリア取り返したぞ。よしよし。いて、いやー、やらつけてくれ、みんな。ここに、ここに。ぐちゃぐちゃすぎないか、なんか。ふり。生き残りを。これ、今、生き残りを倒したぞ。いけますよ、一人ずつ。あ、そっち逃げるか。これ。これはどうだ。やだー。ね、一人ずつ来たらね、いけるね。うおお、だからここ足場がさ、濡れないからこのトラップ置けなくていいじゃん。その上強い。ここでさ、様子見れ。いててててて。爆風もらっちゃうんやな。様子見放題なんですけど。
おおほほほほほ。いやー、えぐいな。トラップの量がえぐい。はい、お待ちしました。ステージを変えまして、ホッケ不当にしたんですけども、ちょっと早く終わってしまうね。やっぱね、打開するのが、エリアを取り返すのがやっぱ難しくて、誰かがやられてる状態で、まあ、一人で行ってしまっても結構ね、まあ、一人じゃ何もできないね。トラップ2個しかないので。なので、ちょっとやっぱ味方を待たなくてはいけないんですよ。意外とスプラトゥーンが上手くなるかもしれない、これやったら。ふれ。タイマンだ。トラップタイマン。いいて。なんかやれそうじゃない？やれないか。あそこすごい。いててててててて。いや、これセンサーで場所もバレちゃうんですよ。裏から行きます。あえて、あっちの逃げ場にトラップを仕掛けておくと。で、向こうから逃げてきた敵が、このトラップにビビって、やられてしまうという作戦。あー、でも、食らっちゃったか。センサー強いな。あ、待って、待って、ナイス、オールダウン。これ、濡れない。ちょ、ペシペシで一回塗ろうかな。あ、オッケー。いや、これ、煽ってないから。煽った風に見えるけど、実はペチペチで塗っているという、技です、技。あ、これなんか倒せそう。やだー、こっちにもいるよ。あ、戻ってきた。あれ。いや、これ取り返すの難しいでしょう。ほれ。トラップタイマー。エリアを取った後のトラップタイマーがすごい楽しい。そこ、誘ってんのか？今ちょっと出てたけど。もうなんか誘ってないか？俺のこと。あ、終わっちゃった！あっちゅう間に終わってしまいました。あっという間だった。はい。はい。ステージを変えまして、運ぶ倉庫です。よろしくお願いします。まあ、そろそろ、他のイカちゃん、タコちゃんも、慣れてきたんじゃないかなと、このトラップだけの戦いに慣れてきたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、最初はただトラップを仕掛けていただけだと思うんですけど、多分ね、もう、倒しに行ってると思うんだよ。なんかもうみんな走っていくんやな。なんか、トラップ仕掛けてんのって俺だけなのかな、もしかして。もう結構グイグイいってるよ。あっちも来た。あれ、これ、あぶれてるイカちゃんとかは、帰り道をこう塞いであげて。あはは、よし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 。意外とね、一人でいるイカちゃん倒しやすいかも。これ、えぐいな。これ、どうなっ相手のセンサーが消えたり、ついたりで、いや、ようわからん。あー、あいつエリア取った。えぐいって。なんだこの爆弾はもう。危ないよ。ほい。なんかうまいことこう敵陣地に仕掛けていくのがいいのかな。はい。そしたら俺は安全なところに逃げる。自分だけ仕掛けといてね。安全なところに逃げるんです。もう俺もなんかちょっと慣れてきた。お、危ねえ。先生、危ない。どうするか。あ、エリア取れそう。マジか。ちょっとこれ、戻るとこがない。エリアの取り合いだな。すげえエリアの取り合い。あ、これ倒せる。よし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 。くそー。あー、打開されちゃうかもしれない。あ、まずいまずいまずい。一応エリア取ったけど、この流れでいけるか、押し込めるのか。あ、なんか押し込めそうじゃない。エリア進んでるぞ。うちの人今エリア進んでる。あら、取り返せてない。あら、やった。あれ、なんか一方的で終わっちゃうぞ。まあでも面白かった。多分協力して戦った方がいいかもしれない。